もうなんか始まっちゃった。これ初日神あり？まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。初日神ありの部屋でも初日神なしのルールで、あ、そうなの。まあでもこれいけるって。夜が来ました。目を閉じてください。占い師は目を開けてください。あ、占い師は見る相手を選んでください。すげ、いきなりできるんだ。うん、じゃあ正面のあれがすごい人にしよう。ほれほれ、俺らを選べ。村人ね、オッケー。のプレイヤーは発言してください。占い使用します。5番さんを占いました。理由は特にありません。正面にいて、名前が気になったからあれがすごい人ということで占いました、村人陣営でした、初日一発目ということであまり考察落とせないのかなと思うんですけど、まあ、5番さん、僕はもう新占い師なんで5番さんは、もう村人陣営、5番さんの言うことは確実に信用していいかなというふうに思っております。もう名前ぐらいからしか考察落とせないんですけど、メンヘラ星人、僕メンヘラの言うことはあんまり聞きたくないんで、今日は、占い師した場合はちょっとまあ入れづらいんですけど、グレーから行くなら8番さんに入れたいと思います。僕は新占いで5番さん白です。以上です。2周目頑張ります。1番のプレイヤーは発言してください。9番ね、占い師を把握したよ。で5番白ってことで、まあ、9番さんしかね出てこなければもう9番死んで、僕からね8番までのプレーで選んでいけばいいと思うんだけど、はい、まあ、9番さんに関しては結構リラックスしてた感じだから真の占い師なのかなっていう気がしたね。まあ、8番さん雑殴りって感じで、この後の発言に期待って感じでますね。2番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。私真の占い師です。あら、ということで9番さん人狼が確定したんですけれども、3番さん占いまして白でした。なんかね、いきなり始まってね、本当に、ルームマスターの印象が悪いんですけれども、ルームマスター確か3番さんでしたよね。なんかね、非常にね、印象が悪いですね。はい、僕の占い席ですけれども。で、うわ、なんか新っぽい。新占いくせー。初日の囲いは、あからさますぎてないかなと思っております。新くせー、こいつの言ってること。8番さん釣りたいと一本釣りを指定しましたが、ここもちょっと薄いかなと思っておりますので、まあ、それ以外の方の、まあ、発言をね、しっかり聞いていこうかなと思います。うめえことライン切ってんな。なんか1番さんがね、なんか新名が高い9番というふうに、おっしゃってましたので、ここもちょっと、怪しんでおりますというところですね。はい、そのぐらいかな。以上です。いや、こいつ声色もなんか成績良さそうだよな。こいつなんかうめえもん明らかに。トイレ捨てて2番さん占い師しかわかんない。どこに何、黒だった白だった。4番答えて。4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。すいません、ちょっとさっきバグがひどくてちょっと事前のルール説明等聞けてなかったんですけど、ちょっと頑張っていきたいと思います。で、占いの結果が9番さんが5番さんに白出しで、2番さんが3番さんに白出しで間違いないかと思います。うん、で、そうですね、今のところまあ占いの真偽はつけがたいと思うんですけど、まあ、やや1番さんが9番さんちょっと信じすぎというか、過信しすぎという感じで、まあ1周目だしな、それは1番攻めなんねえよ。でこれってランダム白なんですかね。すみません、システムの方把握してなくてですね、ちょっとまだ今4人の会話を聞きましたけど、ちょっと今の時点で他に考察を落とせることないので2周目に回していきたいと思います。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。はい、皆さんおはようございます。村人陣営です。あのね、2番さんも言ってたけど、ごめん、あのね、ルームマスター3番さんなの。俺、いきなり始まっちゃってびっくりしてる。まあ、ルール説明はまあ、とにかくいいんだけど、テンポだけよろしくね。いきなり始まったんで、ちょっとわけわかめって感じ。申し訳ないけど、テンポだけね、よろしくお願いします。テンコ中、まあ。ゲーム始まっちゃったんで。どんだけ転向して、うわ、つえ、こいつ。占いに関しては、まあ、フラットで見てる。で、正直ね、まあ、3番さん買ってもらってるんだけど、機械音でね、なんかちょっと感じが分かんないんでね。で、1番さんについてもちょっと色分かんない。4番さんについてもね。600勝68敗っておかしくね。まあ、俺、形をもらったんだね。1巡目振り取り帰ってよからと思ったんだけど、あとまあ、
いきなり始まっちゃったんで、ね、見てこいつおかしくね、600勝68敗ってどういうこと、何6番のプレイヤーは発言してください。サンバーさんマスターですか、あの天候もなしに急に始まったんですけど、それって失礼じゃないですか。皆さんだって協力なしにこのゲームって始まらないと思うんですよ。ルームマスターがちゃんと説明しないとダメだと思うんですけど。俺もそれに乗っかろう。そのないじゃダメ。俺人狼側の目線で見てるダメダメ。この村壊してやると思ったけど、俺は占い師なんだからダメだ。あのね、片白占い。ひそかみたいな心境になってた。本当にこいつら壊したいって気持ちになってた。片白の発言でどっちが CM 高いかっていうの判断。ね。するのは普通だと思うんですけど、まあ普通に考えたら9番さんの方が CM 上がりますよね。ただ5番さんもちょっと占い師フラットって言ってたんで、それはちょっとどうかなと思いました。3番さんが明らかにちょっと嵐にしか見えなかったんで、把握漏れもしてるし、ちょっと3番さんもし役職ないならこのまま釣りたいぐらいまであるんですよ。2番さん囲ってるんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、なんですかね、まあ1番さんもまあ最初の位置で9番さん新名信用するのちょっとどうかなと思いました。それはあなたの感想ですよね。いきなりその新占いが出たからってあんまり信じたらちょっとゲーム成り立たないんで、そこはちゃんと対抗が出てきたっていう可能性も考えてやればいいと思いますけど。なるほどね、まあ、4番さんちょっとあの発言内容ちょっとあんまり聞きたかったですいません。ちょっと3番さんの発言があまり不快だったんでちょっとイヤホン外してたんで、4番さんの発言がちょっと聞きたかったです。で2週目ちゃんと考えます。とりあえず今日は3番さんちょっと個人的にもう釣りたいんですけど、役職なかったらダメですかね。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営です。まず占いに触れていきますね。現状2と9フラットで見たいんですけれど、僕も3番さんのせいで2番の新芽が若干というかかなり多くて、僕ぶっちゃけボイチェン嫌いなんでそうですね、サンバさん先に釣りたいんですよね。何も言わずに始めたし、で、まあ、そうですね、プレイに出てくる14番さんは何言ったか全然覚えてないんで特に印象はないです。2週目聞いてまたなんか言いたいと思います。それぐらいですか。2週目頑張ります。以上。8番のプレイヤーは発言してください。俺これ3残して3占いてえな。できれば3残して3占いたいね。じゃあ3番のせいで2の芯が落ちるっていうのもみんな言ってたし、これ全部便乗になっちゃうね。でさらに便乗になっちゃうんだけど申し訳ない。もう僕これグレーとかって思われても仕方がないんだけど、3番さんを個人的に釣りたい。役持ちないんだったらね。裏目がない。まあないし。ぐらい。まあ2周目。まあ、ちゃんと喋れるんだったら喋ってほしい。それでグレーとか、決めていきたいと思う。はい。9番のプレイヤーは発言してください。そうですね、僕目線人狼はもう1人確定していて、2番さんが人狼なんで、ただまあ9人村の2人人狼強人なしということで、初日から書こうかなっていうふうに僕自身は考えていて、皆さん目線今日僕がいくらね、力説して2番を釣ってくださいと言っても2番釣れないと思うんで、僕今日グレランでいいかなと思ってるんですよ。1,4,6,7,8 のうちの誰かから、僕3番さん人狼だと、人狼陣営とは思えないんですよね。自分が人狼だったらああいうパフォーマンスってできないと思うんですよ。逆にあそこまで目立った行動取れないと思うんで、僕今日は1,4,6,7,8のうちのどれかから行っていいかなと思います。その中でやっぱちょっと考察落としてないかな。まあでも4番さんちょっと1周目で3番さんのフォローとかしてたんで、ちょっと申し訳ないんですけど4番さんかなというふうに思ってます。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。これはね、僕ねもう9番さん完全に信と見るよ。LINE 見られてもいい。で3番さんはね村だと思う。だよな。で2番はねもう人狼だと思う。でまあ、4番と6番がおかしいよね、一番。いや、ここで次、俺、3番占うよっていう、1周目の発言で2人目なんだよ。
か9番さんしか占い師として出てない状態で、まあ白に一人しか出なかったら白く見るって言ったんだよ。それ俺印象操作してきた4番と6番怪しい。ここグレなんよ。まあね、普通に考えてね、3番さん黒く見るなら2番さん完全に黒なわけじゃん。4、6から見て。だから2番釣りからでもいいじゃん。で、なんで3番さんって押したのってことは、2番が人狼で相方が4、6のどっちかにいるってことじゃないかなって思う。で、8番さんも便乗してきたから怪しい。結構鋭いね、あんた。5、7は村なんじゃないかなって思ってる。うん。だから、グレーから行くなら6番かな。うん。でも、僕は2番さん釣りたい。以上。2番。なんか整合性取れてるよね、この人ね。発言してください。まず9番さんが私を釣りたいってのは分かる。それはあなた目線の人狼だと思ってるからでしょっていうことなんですけど、1番、グレーのスケールにいる1番が僕を釣りたいっていうのが全く意味が分かりません。飲みません、それに関しては。占いロラの日ではないですし、今日グレーなんですよ。お互いに白出してるんですから。そういう目線で言うと、もう1にね、1はね、ほんと、思考録しすぎですね。うん。9番さんが4釣り1本をしたので、4はまずない。9、4はまずない。で、1日目に、5番を囲う線もちょっと薄く見てます、それに関しては。で、かつ8番さんにちょろっと触れたんですけれども、9番さん 1周目の発言でね。普通に考えたら人狼側は、やっぱりね、相方のね、名前はあんまり言いたくないと思うんですよね。いくら雑殴りとはいえ。なんで、僕の中では94、95、98はないと思ってます。なんで、僕の、釣り位置は671ですね。671です。四股六が過ぎる1番さんいやー、ってことは4番怪しいね、やっぱね。671と指定しておきます。この後の発言もまだ残っておりますので、というところですね。67白いな。2番人狼確定してるから、671は白だね。発言してください。俺目線かなり絞られてきたぞ。いや、僕もね、これ4占いてえな。1の勝率目指すのこいつすげえよ。これ2番が偽だと思うな。でね、言っちゃうとね、だから2番釣りたい。以上。4番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、ちょっと2周目これ24じゃね？まだやっぱり占いの真偽っていうのはちょっと正直かなり見えないところなんですけど、正直気になるところとして、皆さん、僕の後続の5、6、7、8の方々が、ちょっと3番さんにヘイトを集めることしかちょっと してなかったように思えて、逆にそこの印象が全然残ってなくて、僕ちょっと5、6、7、8に1狼いるのかなっていうふうに見てるんですけど、まあ5番さんは白出しなんで、そこ外すとして、1番さん、僕ちょっと印象操作までしてないんですけど、ちょっと1番さんがかなり9番さん1周目ですでに締め見てたので、そこ怪しい。いや4怪しいな、ちょっとなんですけど、やっぱりちょっと1番さんややそういうところがちょっと9番さんはちょっと囲いすぎというかなのかなっていう気がします。なので僕はちょっと6、7、8ちょっと便乗気味で怪しいんだよな、そこから決めていきたいと思います。いや、チャット禁止だからね、一応5番みんな誰かが言ってくれるのを待つしかない。発言してください。はい、まずね、1と3のね、2番釣りはありえない。今日グレーランね、うん。でね、正直ね、3番さんにヘッド集まったの俺分かるよ。まあ、6番さんの言ってる意味分かる。うん、でね、4占おうか。3番さんに対してみんな突っ込む、ルームバスターに対してね、突っ込んでも何も弁明も全くない。うん、まあ、これ感情論になっちゃうんだけど、俺ゲームの勝敗抜きにしてね、うん、3番釣りでも構わないよ。なんで片白出てんだから3番残してくれ、一応。3番、釣るのありえないって言われるかもしんない。いや、ここグレー行ってくれ、頼む。感情論になっちゃうけど、6番さんと本当に同調。これ、そしたら勝てるから。ルームマスターとして失格ね。うん、もう今後、ルームマスターやらないでほしい。俺、そこまで言えるよ。まあ、勝敗、感情論になっちゃうけど、勝敗の印象は3番釣りたいと思う。うん、ここ1番も3番もね、うん、今日2番釣りたいって言ってグレランなんだけど全く意味わかんない、うん、で、まあ、真面目にっていうかね、まあそのうん、感情論抜きにしていくんだったら俺はね、7、8、俺6番は別に、うん、まあ、感情論同じなんでね、うん、まあ、釣り1ではないと思う。まあ、4釣り3占いがいいのかな。で、本当は理想はさ、3釣り4、4白出たら3番いきませんって言えるんだ俺も。4結構黒いから、2番も人狼確定してんじゃん。で、じゃあ、それ以外だったら7、8。9、4、9、5、9、8はないって言ってて、マジ3入れるよ、以上、はい。
6番3いくかのプレイヤーは発言してください。まあ、1番さん2周目がすごく白くなったね。1番さんちょっと発言俺ハーフ漏れしました、すいません。はい、3番さんが、いや1はね、俺村人だと思うよ。ここはランダムじゃなくて普通に指定だと思うんで、うん、でそこで急になんか2番さんのこと切ってきたんで、2番さんかっこいいワンチャンあるんじゃないかと思ってます。まあ、9番さんが3番ないんじゃないかって言ってましたけど、逆に3番さん黒だったら1番9番さんが占いの位置だと思うんで、まあ役職ないなら最悪今日3番さん取りでいいと思います。片白なんですよ、あまりにも3番さんが、うん、2番さんの俺死にはない、9番さんもシーンと見てるから俺はもう3番さん釣りでいいと思いますけど、うん、どうなんですかね。3番さん釣りでいいと思いますけどね。5番さんもまあ感情って言ってましたけど、俺4占いたいなっていうか、3番さんが普通にそれ把握もしたんで役割他に出ます、ね、役割っすか。はい、今日の僕の随地は1番時点の6ですね。1番今超低遅延で言ってるからバッファー入ったね。釣り入ったんで僕使用します。カリウド使用します。おえー、マジか。僕噛まれると思うんですけど、カリウド使用しなくてよかったな。まあ守り位置は言いません。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。うわー、3番の役割が意味深すぎる。なのになんで9をそこまで信用期してるのかわからない。で、僕も5、6、4、5だっけ ?5、6 かだっけ。いや、わかんねえ。ごめんごめん。3番釣りたかったんだけど、3番役持ちでしょ?で、役持ちを出すんだったら僕は、ちゃんと、何?役をさ、乗っ取りとかを防ぎたいから、ちゃんと7番さんみたいに、役名とかを言ってほしかった。人狼乗っ取りとか。ああ、4釣りだな。4釣り1占い、翌日3釣りだな。印象がない4番さんを今日は釣りたい。うん。本当は4占いたいけどね。だとしたら動き的には4釣りだわ。投票を始めてください。もう多分24だと思ってるけど。まあ1白なんだけどね。だってもうあんなにガンガンゴリゴリさ2番釣ろうとしないから。1番誰に入れてる ?4 だよな。54が8に入れてる。54が8、え、54、8に入れるか。まあグレーから。のプレイヤーは発言してください。はい、お疲れ様です。非常にちょっと残念な結果になったんですけど、ちょっと一応今後の村のためにも弁明させてもらうんですけど、今の印象として、まあ、6番さんが僕を疑うのなんとなくなんていうか6番さんの考えてることっていうのは分かるんですが、8番さんがちょっと最終的に4番あたりに投票するみたいなことを言ったのは、ちょっとそこに票を集めようとしてるのかなっていう、ちょっと便乗の意思みたいなのが見られるような気がして、ちょっと8番さん怪しいと思って入れました。で、ですね、3番さんの後にちょっとフォロー入れたりとかっていうのは別に本当に同じ人狼だからとかそういうことではなくて、2が6に入れてるしてたのでカバーしたというだけで、どっちかというと僕はずっと3番さん陣営。これもうあと2つって割れたと思うけどな。白出しなのでそこ外してっていうことでずっとグレーで考察してたんですけど、ちょっと釣られたのは残念です。すいません、あとお願いします。ありがとうございました。ねえ、これ8占いだな。夜が来ました。いや俺自身もう1白だと思ってるから、これ8占いだ。占い師は目を開けてください。占い師は見る相手を選んでください。次はさすがに1占うわ。朝が来ました。まあ狩り釣られて7が釣られるんだろ。昨夜死んだのは7番。58が白角。8番のプレイヤーは発言してください。あっしろ。って言っても僕はね、やっぱりね、2を真に置きたいんだよね。ほう。やっぱり9番さん、ごめんね、僕、9人部屋さん初めてでさ、あんま考察できないんだけど。ね、でもね、白もらってるけど、
やっぱね、9番さんは僕はね、うん、人外だと思う、うん、ごめんね、あんま考察できなくて、5番さん、6番さん、2番さん、3番さん、うん、だから、ってなると、なるほど。9は初めに5を白出してるでしょ、うん、5もな村っぽいんだけどな、でも9は絶対人狼だと思うから、今回9に入れます、はい。9番のプレイヤーは発言してください。そうですね、昨日僕がなぜ8番さんを占ったかというと、2番さんは人狼なので、その初日からその2番さんに対してガンガン攻めている1番さんは僕は村陣営だと、もういうふうに置いています。で、昨日2番さんは6番さんにランダムで6番さんに投票しているので、なんで2番さん6番さんのラインはないと考えて、一応一番グレーがで濃いところの、まあ、8番さんですね、消去法で8番さんを占って、村人陣営で出ました。僕は2番さん4番さんを人狼だというふうに思っているので、今日ただ3番さんが正直マジで分かんないんですよ。ハンターおそらく昨日役割使用して7番さんが狩人と使用したところで、対抗出てきてないので、3番さんハンターだというふうに仮定して、なんで今日は、2番さん、占いどっちか行かなきゃいけないと思うんで、2番さんお願いします。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。いやね、まずここ言うとね、絶対に占いローラーをね、完遂するのが村の安定なんだよ。うん、だってここ、強人いないからね。で、1人釣っても5人で、もう1人釣れば3人になるでしょ。だから最終日までは絶対残るんだよ、村。うん。で、まあ今日は僕は絶対2番さんから行きたい。もう2番の芯は完全に切ってる。で、2番の相方とするなら4番か6番だと思う。うん。うん、いい考察。っていうと、絶対にね、まあ、5番さんもなんで3番さんをしたのかと思うんだけど、それに便乗した6番さんね、まあ、3番さんを釣るっていう考えがあるなら別に2番さんから釣ってもいいわけだよ。いやでもそれなのに6はないって、3番さんをずっと最初からね押している。で、8、9がもし人狼なら8番さん9番さんに釣りは押さないと思うから、8、9のラインもない。めちゃくちゃこいつうまいね。9番さん真として見てるよ。うん。で、3番さんはね、なんかね、多分野球だと思う。うん。で、初日囲いはそんなあからさまなことはしないから、2周目で囲いに行った線が濃厚だから僕は26の線で見てるから2番さんに今日投票する。以上。2番のプレイヤーは発言してください。ということで、今日6番さん占いました、白でした、うん。まあ、占った理由に関しましては671で僕のね、釣り位置だったんですけど、7番さんが狩人仕様で、1番さんはね、初日からひたすらにね僕を釣りたいと、こんなことを目立った1級のラインはないだろうなと思ったので、6番さん占いまして白でした。まあ、そうなってくると残りの1ってなっちゃうんですけども、うん、1ないような気がするけどな。2日目が恋の8だと正直思っております。今日の盤面って占いローラーでローラーされることがほぼほぼですから、相方から全然ね占いしきれる状態なんですよね。なんで、8番さんが僕にちょっとすり寄ってきて、9番とラインを切ったのかなという僕の中では印象です。なので僕の中で8、9ラインで今見ております。これで1番だったら、うん、1周回って1番なのかって思っちゃいますけれども、僕はもう8、9ラインの方で追っております。でも2番もうまいね。すげえ上手この人に。上手じゃね、すげえ慣れてない。3番新っぽいもんのプレイヤーは、俺から見ても新っぽいもん。ここ分かんないな。お前のせいなんだ。てめえが変なごちゃごちゃやってっからだろ。ないといけないんだけど、2番行きたいかな。5番3番ハンターでしょ。発言してください。はい、まあ占いのなんだけどね、俺は2番行きたい。2番はね、俺全くスルーしてんだよね、うん。俺の番号を言った、うん、全然俺に触れてない、うん。俺占って隠しろなったの、俺占ったの。2番が全く俺に触れてないんだよね、うん。で、俺9番やっぱどうしてもこれ信じてみちゃう、うん。まあ9番ね、一番最初っていうことで、まあ、俺に白出しね、これ勇気いるよね、うん。で、2番さんは9番さん出た後だからどこにでも白出せる、まあ、そういう面も含めて、あとさ、まあ、俺がね、3番釣りたいから、本当に感情論、うん。まあ、ルームマスターとしてね、まあ、なんお前、規律を重んずるタイプだな。俺、そこまで言ってるけどね、うん。お前は二度とルームマスターをやるんじゃないとまで言ったからな。まあ、ハンターってね、言ったから俺は釣らないけど、その前には、
片白だけど、これは感情論で、まあそういうことはまあね。人狼、こいつなんか、あれがすごい人、人狼とは丸っていう本出してほしいわ。集英社から出版しております。1080円。皆さんお買い求めください。著者、あれがすごい人。人狼とは丸。鍵括弧人狼とは鍵括弧閉じ、ね、その一番最後で全く考察伸びてないんだけども、まあ俺はまあで、うん、9番さんが8に白だし、うん、っていうことで俺はまあ9番さん新目で見てるんで、まあ8番さん白くなっちゃうのかなっていうこと、うん、俺はまあ8番さんね、9番さん占う前は8番さん、うん、ちょっと怪しんでたんだけどね、はい、まあ今日はとりあえず2番入れます。以上、6番のプレイヤーは発言してください。5番さんの最後の発言が気になったんだけど、5番さんは9番さん死んでみたいでしょ。俺9番さん死んでみたいだけど、ちょっと把握漏れが分かんないけど、5番さん目線って16じゃないのかな。8番だって9番さんに占って白出てるんだけど。いや、6番怪しいな。どうなんだろう。俺一応言ったんだけどな、4番黒で見てるって。ちょっと気になって。6臭いな、ちょっと。いや、まあただ白漏れだと考えれば、まあ、9番を俺は死んで見てるから、ただ別にもうここを2番釣ってくれさえすれば、俺が噛まれたとしても16だと思うんだけど、5番さん俺が噛まれたということは5番8番はもう白角できてるから、はい、で3番ハンターでしょ、最低限の仕事はしてるというか、白漏れするかな。まあ今日は2番3に入れます。以上です。投票を始めてください。あ、違った、ありえん、オラじゃないべ。26っぽいよね。2番のプレイヤーが選ばれました。2番のプレイヤーは発言してください。まあ、5番さんから指摘があったので一応伝えておきます。僕が5番さんを入れな、9番さんのラインに入れなかった理由なんですけれども、まず初日から9番さんが5に占っていると、こんなあからさまなラインがないというふうに初日も言いましたし、うん、でかつ5番さんが唯一ね、一番最初に片白の3番を釣りに行こうという目立った発言をしたんですよね。だいぶヘイトを買いやすいところなんですけれども、6だな、じゃあなというところで僕結構5番さんを白く見ておりました、うん、なので僕は5番さんを釣りに出ませんでした。なので僕の中ではもう8球で結構ロックしちゃってるんですけれども、というところですね。はい、まあ、1番さんはもうさすがにないと思います、1番さん白い、初日から占い釣ろうなんて言わないからね、そんな目立った発言はしない、だから1番さん白いと思います。以上。夜が来ました。どっち占ってもいいね、これ。占い師は目を開けてください。占い師は見る相手を選んでください。いや、これ1白だよ絶対。ほれほれほら、お選べで6釣りで終わりと。1超うめえ、こいつすげえな、鋭すぎる考察が。これ600勝68敗伊達じゃねえわ、すげえ、マジで強いこの人、うまい。久々にこんなうまいやつあった。昨夜死んだのは8番9番のプレイヤーは発言してください。昨日1番さん占いました、理由は1番さんでも6番さんでもどちらでもよかったんですけど、1番さんが人狼だったらとんでもないことになるなと思って、念のため1番さん占いました。1番さん白でした、なのでまあ今日僕多分ここは占いローラの流れになっちゃうのかな、になるかもしれないんですけど、もし今日僕に行くなら明日必ず6番さんつってください。あの、最後に確認したいですけど、ハンターの、3番さんハンター使用してると思うんですけど、ハンターの対抗ないですよね。だとしたら3番さんは村人陣営、1番さんは、村人陣営なので、明日は必ず6番さんを釣ってください。今日、俺を釣るというのは100歩譲って飲みますけど、僕今日釣るなら確実に明日は6番さん釣ってください。以上です。僕はちなみに本当の占い師です。1番のプレイヤーは発言してください。ちょっとね、これ9番さんで釣られるとね、厳しくなるから先に言っとくけど、俺ハンター仕様なんだよ。え、多分3番さんね、リア強だと思ってるんだよ、マジで。で、2番の相方はね、もう6番だと思うんだよね。え、じゃあ3番生きて、じゃあ3番行こう。黒塗りは最終日への布石だと思うんだよね。うん、だから
多分この後9番さん釣りの流れで3番さん勘で5に黒塗りして勝とうっていう流れを想像してたのかなって思う。いや、ありがたい。それはで3番さんね、黒ないと思うんだよね。うわ、3番裏乗ってくべきだった。だもしハンターどっちか釣るっていうなら僕から逆に釣ってほしい、うん、かなって感じ。まあ9番さん釣るなら、うん、いや3番行こうぜ。だったらまあ、僕は6番さん行きたいかなって感じ。いや、じゃあ俺釣られちゃダメ。3番のプレイヤーは発言してください。そうだね、まあね。いや、だったら1占っといてよかったね。うん、だったら占っといてよかった。役割使用したのはね、釣りのあれだね。まあ人狼じゃないんだけどね。これ釣られると思ってね、とりあえず役割使用した方がいい。まあ、つむらだね。わかんねえ。なんかわかんないね。以上。マジかよ、お前わからんわ。お前わからんわ。はい、じゃあ3番半はハンターすら、うん、わかりました、うん。ということは、俺先生6。でね、6がね、すげえ気になる発言したんだよね。うん、俺、把握漏れてたけど。ああ俺ね、まあ、8番疑ってたって言ったよね、最初に。うん、それで9番さんが白出したんで、俺は9番さんをね、神秘で見てたから、8番さんはじゃあ、いや、6釣りで、じゃあ6釣りで、6釣られて、俺噛まれて、そこ6番がね、俺に対してついてきた。1、5、あ、勝てる勝てる、それでも勝てる。うん、まあ、6番さんに対してはね、まあ、俺と同じパッションというかね、感情論で3突っ込んできたんで、うん、いいね、まあ、パッション流行ってるね、人狼殺、まあ、いいパッションよ。まあ、俺目線6番しかありえない。まあ今日はね、いや、俺噛まれてたら終わってたな。思うんだけど、俺は安定の9番ね。はい。で、その後、6番でいい。つうか、1上手すぎじゃね、うん、こいつ。何者？6番行くんだったら、まあ俺は9番。こいつめちゃくちゃ上手いぞ。人狼見えてるね。6番のプレイヤーは。だって普通だったら3番行きたくなるところで、いや、そこは違うよっていうふうに言えるってのすごいよね。3番ってさ、役割とだけ言っただけでさ、ハンターとか言わなかった気がするんですけど、1番さんはハンターか。まあ1番さんハンターだろうね。うん、だ3番さんがマジでリア強だったってこと。いや、だ3番さん黒はないのはちょっとおかしいと思うんだけど、そこで。1番さんみたいな。まあ俺を黒ロックしてるようだが、まあ俺は3番さん、黒の方が高いんで、うん。で、93のラインがあるかって言われたらないんだけども。うん、でも3番釣りてえよ。今日がいるとゲームが成り立たないから本当に嫌いです。やめてください。で、接続でやめてください。はい、もうめちゃくちゃに、後半戦になるにつれめちゃくちゃになってきてる。めっちゃくちゃになってる。まあ6だね。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。6番のプレイヤーが選ばれました。これで勝ちと。ゲーム終了、村人の勝ちです。人狼か、こいつうまかったな。1番めちゃくちゃうまかったね。だってさ、1周目のさ、1周目の考察で、いや26っすよって言ってたじゃん、こいつなんでわかんの。めちゃくちゃ上手くない？この人。これすごくない？こいつ。なんでさ、あの時点でさ、いや、俺死んでしょって、決め打ちできたの？一周目で言ってたんだよ、26だっつって。化け物じゃん。こいつもあれ、フレンド申請よ。1上手すぎだよね、こいつね。いや、こんなにさ、勝率上がんないって、いくら初心者部屋で稼いでるにしても。めちゃくちゃうまい。あいつ、なんかすがすがしいほどうまいやついたね。ね、今の一番化け物的にうまくなかった。マジな話。あれ、もっさもさだったよね。600勝、なんでそんなに。ってなると、あ、まあでも6番占いが一番硬かったのか。あれ敵に回したら怖えな。
ね、全部の可能性を終えてたもんね。ぴったし考察当ててたしね。